はい、続きましてはストレッチブロードオーバー大シリーズのご紹介です。こちらの方が3月上旬入荷予定になります。型数が全て全部で6型、色も 1,2,3,4,5 6型ですね。色が今ブラウスのオフホワイトで、シルバー、薄いグレーですね。あとベージュ、あとフォレストっていうグリーンですね。グリーンとちょっとこんな感じ。あとはネイビー、割と濃いめの紺です。でパンツが今ブラックです。こちら今着てるブラウス、可愛いと結構今のところすでにお声をいただいてるブラウス、結構長めですね。こういう感じ、ちっちゃいスタンドカラーでゴムです。割とたっぷり。私の身長156cm で、お尻の下まで来るぐらいです。でもあんまりこう価値観があるので、そんなにこうバランス悪い感じにならないですね。ブラウスの方がこちら 18,000 になります。でパンツなんですけど、これ分かりますか、ウエストが伸びるゴム仕様になっています。もうこれを履いたら他のパンツが履けそうにないぐらい楽ちんです。でちょっとタックが入っていて、テーパードの形で、なんかこのベース自体も伸縮性があるので、本当もうかなり履きやすいパンツです。パンツの方が 17,000 円で、こちらのグリーンのこの形のパンツが、他の形状のパンツとかと形は一緒ですかね。ウエストが、後ろがゴムのデザインのストレートになります。あとはちょっと袖口を一折りねじってある、ちょっとチューリップみたいな袖のブラウスで、ちょっとこう切り替えが面白いですね。後ろにこのブラウスもそうですけど、後ろに一つボタンでかぶりタイプになります。あとはワンピース結構ばっくり後ろ空いてます。ワンピースの方で着丈 122cm です。こちらの方が全て3月上旬入荷予定ですね。最初に言いましたね。はい、こちらで今回以上になります。